今日はアユダヤ遺跡ツアーへ向かう。ツアーでなくても一人でも行けるらしいが、たまには王道の観光ツアーも体験したいと思ったからだ。まああとちょっと疲れたし、ただ一人でツアーはちょっと緊張。そしてまず到着した場所はここ、ワットローカヤスター。28メートルにも及ぶ涅槃仏、1956年にタイ芸術局によって復元されたものらしい。ワットポーの涅槃仏と違って野外なのでたびたび修復をしているようだ。ちなみにストリートファイター2のステージにも出ている。こうやって金箔を貼り付けると御利益があるらしい。今日3本は意味はパプタンパチョン、パプタお釈迦様、パプタお釈迦様の教義、パソお坊さん、お坊さん会、祈り、あ、ここで祈り、はい、祈り。タイの祈りは日本のようにきっちり手を合わせるのではなく、少し百合の形をさせるのが正解のようだ。ところでお祈りって日本語でいいのかな。ただアユタヤは結構のどかで好き。さあ次のところへ向かおう。ここのツアーでは象乗り体験が組み込まれている。象はタイを代表する動物と言っていい。海外の観光名所で日本語で喋られるとなえる。ピンク像みたいな。ここにいる象たちはインド象らしい。なんか開封した時みたいな。ちなみに隣にいる女性も一人で参加していた。今回のツアーではボッチがユニーたので一安心。トウモロコシ型のあれがアユタヤ遺跡の中心地。意外と象に慣れてきた。なんか慣れてきた。予想通り象の乗り心地は最高に悪いけど、俺めっちゃ旅行してるわっていう感じが。飛行機で7時間程度で行ける。東南アジアに位置する人口6700万人の国だ。仏教の信仰も強く、多くの寺院や僧侶が街中に浸透している。小僧、おお、でかっ。おお、怖い怖い。おお、めっちゃ唾液飛んだ。どう調教したらこうなるんだろうとちょっと複雑な気持ちにはなる。続いてはワットプラシーサンペット。ここはアユタヤ王朝の王室守護寺院で、アユタヤ寺院の中で最も重要な遺跡となり世界遺産にもなっている。ここにはそれぞれ3人の王の遺骨が眠っている。
ビルマ軍の第二次アイタヤ侵攻によって建築や仏像が破壊されてしまったが、戦後になって修復され現在の姿となった。戦争24回くらい、はい、タイのビルマ戦争今あれ再建されたもので最近です。ところどころ見られるこの茶色のレンガは最近修復されているものらしい。こうして見るといかにすごい戦いだったかがわかる。世界不思議発見とかで見たような感じ。続いてはウィハーンプラモンコンボーピット。ここは高さ17メートル、タイ最大のブロンズ製の巨大な仏像を安置している礼拝堂だ。現在はその上に金箔が施されている。なんかおみくじらしい。やろうと思ったけど結局書いてあるのが何て書いてあるかわかんないから。これトウモロコシ。トウモロコシの意味は、ハス花びら。これ、トウモロコシ、これ。僕たちはぼっちゃり、上に収められました。ビルマ軍はアイタヤの町を破壊するとき、仏教の力を奪うためにたくさんの仏像の頭部を切り落とし破壊した。このワットマハタートも同じようにビルマ軍によって頭部を切り落とされたものだ。その地面に転がった頭部を見て不憫に思った民が壁に頭部を立てかけたところに木の根が包み込んだ。悲しき歴史を思わせる伝説の仏像と言われている。なんか SNS に上げる用の写真を撮ってるみたい。こちらはワット・ヤイチャイ・モンコン。1592年に19代ナレスアン王が象にまたがりながらビルマ王子を一騎打ちで破り、ビルマ軍との戦いに勝利した記念の塔だ。アイタヤ随一の人気スポットとしてなっている。なんか井戸みたいになっててたくさんのお金が落ちている。来たよみたいな。そう来たよ
一人寂しくこんなところに来たっていう動画を作ろうかなと思って。多くのアイター寺院の仏像はビルマ軍によって首を破壊されてしまったが、こちらは戦火を免れていたため仏像は未だに昔の形を保っている。観光ツアーは正直楽だ。帰りの心配もしなくていいし、もしもの時も安心。いろんな人とも喋れる。まあただそこの雰囲気に浸かるにはもう少し時間が欲しいなと思ったり、あとちょっと旅のヒリヒリした感じが欲しいなと完全に忘れてたりもする。まあただ観光ツアーはこれはこれでいいもんだ。俺寝たいからちょっとお前静かにしろって。怖い。隣ならまだしも意見さ聞いてる。食べログでなんかカオソーイが美味しいと人気だったお店に来てみた。まあカフェみたいでおしゃれではあったけど、まあ味は普通。まあそんな文句を言いながらカオソーイを食べてる間に街は大雨で大浸水となり、膝下まで雨足に浸かりながら店を後にした。